りますよ。荷物入れない。地獄っぽいな。一体の戦闘がわかんないの、いつも健康ランドが見えてきました。その向こうのクレーンが沖津ふ頭ですね。で、あと日本平見えてますね。これ渋滞の先頭が全然見えないな。もうすぐ新沖津川橋です。ああ、標準出てますね。バイパスですね。ああ、沖津政権時の間で事故ですね。あそこよくやるんですよね、事故。じゃあ先頭はもうちょっと先ですね。もうすぐしたら海見えます。
沖津川の河口です。正面に日本半島が見えてます。インターまでもうあと数百メートルなんで、先頭が見えてくるんです。バイパスの、速度はもうここまでなんで、ここくぐって多分すぐ分かると思うんですけどね。白バイが止まってる。ずっと沖津の東海道まで車がつながっちゃってるんで、もっと先かな。じゃあ バイパス上は遅いですけど、一応車流れてますね。渋滞はバイパスに入らなかった車で渋滞してるのかな。わかんないですね。バイパス上で事故ったのは。これビデオ撮ってるんで。バイパスに入らなかった車で渋滞してるみたいですね。下道が。バイパス上の事故だともう撮影できないもんで、
あ、そこから先で流れてる。あ、でもやっぱ繋がってるのか。もう抜け道がもうバイパスか旧東海道か。政権寺のあたり取って終わりたいと思います。